ドライブの前に道を知ろう。無理だと思った瞬間、道は消える。できると思った瞬間、道は生まれる。三木武吉。こんばんは、鍋地川ズ3のお時間がやってまいりました。今日からいよいよ、そうです、16対9、この辺か、この辺まで移っておりますね。今日からちょっと進化するということを前もって言っておいたんですけれども、まあ実はそういう進化ということではございました。今回はこれ、浴衣ではなくてジンベエです。ドンキホーテで1300円ぐらいで売ってました。非常に涼しいです。いいですよ。お、和装で、そういうことです。実は前回も、国道3号線縦断スペシャルの時も、1回目は浴衣だったんですよね。あ、そうだ。あんま言ってると時間がないです。今日動画が1時間54分25秒もあるので、そのためにニュースをね、表に持ってきたんですけども、先に今日のテーマから参りましょう。はい、国道10号線縦断スペシャルです。今回の、引き続いて地図をお送りします。時間がないんですね。よいしょ。地図はどれだ、これだ。これをですね、皆さんにお送りするわけでございますよ。43人の皆さんですね、中央区まで見えるように16点、もうちょっとのところ、地デジ1年ということになりますね。地デジか、そういうことです。ジンベエ、7月18日、あ、そうだ、ここが変えてなかった。今日はですね、鹿児島市を出まして、都城まで行きます。今日は7月24日ですね。今日ね、帰ってきたのがね、10時20分ぐらいだったもんで、あんまり時間がなかったです。隣に女性が座ってるとか、そうないんですね。左右反転、なんと。そうですよ。はい。なんとお手頃なジンベエ、1300円。いいでしょう。いいでしょう。歯ぎしりドライブインスラム。中央公園が中央林間と。皆さん、いろんなものに見えるようですね。ワイプがそうなんです。でも、ちょうどこれでちょうどいいんですよね。43人の皆さんと共に参りましょう。時間がないもんで、早速参ります。ナベッチ。カー2-3、広いですね。今日からいよいよ国道10号線縦断スペシャル、鹿児島市の中央公園から、今日は今年はその南から北に向かっていきます。参りましょう。国道10号線縦断スペシャル、中央公園のちょっと手前、国道3号線からのスタートです。ではごゆっくりとどうぞ。鹿児島市に来ています。国道3号線ちょうど終点付近に来ております。あの感動のゴールから1年、ゴールラインがスタートラインに変わろうとしております。では参りましょう。国道10号線縦断スペシャル、照国神社前からいよいよスタートです。競艇張りのフライングスタンド形式、そうなんですね。最後の監視カメラ通過、そうです。10号線スタートでございます。さあ始まりました、国道10号線縦断スペシャル。58号線、例のね、今回は熊本に帰るよ、去年の北九州スタートではなく鹿児島スタートでいきます。早速1個目の信号停車です。人が消えました。慌ただしいスタートとなりましたね。さあというわけで、スタートは慌ただしいんですけども、これから1時間50分ほどゆっくりと
皆さんの鹿児島市の中央公園をスタートしました。西南戦争の断根のある鶴丸城跡、国道15線、磯街道と書いてありますね。右側が鹿児島市役所方面だそうです。市役所方面です。収録日は7月の5日。さて現在の時刻は午前8時7分そうです。この時まだ8時7分です。熊本市内の自宅を出たのが5時35分でした。頑張ってきましたね。他っていうぐらい早い時間です。インディーカーの桜島フェリー方面右側です。方式ですね。私左折の車が結構多いんですね、この辺りね。あ、右車線に入ってくればよかったんだ。城山入り口。あ、家の近所ですか、陽介バリタさん。右側の立派な建物、これは何でしょうか。ありそうな、なさそうな感じです。あ、鹿児島県鹿児島地域振興完走経験者、素晴らしい。地域振興局って鹿児島なんで左右反転させたかと言いますと、これまでこういう画面だったんです。都心部にも地域振興局っていうのがあって、っ立派な建物があるんですね。磯街道なるように左右反転、真下はこれ JR ですかね。線路が見えました。スタジオの声が若干小さい。通勤通学の時間帯、これでどうだ、非常にでかすぎる。国道10号線も混み合って、この辺でいいですかね。はい、ありがとうございます。マックンさん、日本本線の出発とほぼ変わらない時間帯、そうですね、5時39分いいね、ありがとうございます。音量 OK、 ありがとうございます。南側、あ、収録日は7月の JR 鹿児島駅方面、あの昨日梅雨明けしたと見られる宣言がありましたね。鹿児島駅16対9のドライブストリームは見やすいですね。よかった、そう言っていただけて。鹿児島中央駅は何度か行ったことあるんですけど、鹿児島駅には行ったことがない、ね、鹿児島駅行ったことないんですよ。柳町、路面電車走ってたんだこの辺。さっきからずっと出てるこの千岩園、あ、有名な黄色いバス、ありますね。水田寺公園みたいな、黄色というか黄土色というか、国道10号線です。鹿児島の市営バスでしたか ね。反対側が市内中心部、そういうことですね。熊本でいう3号線の近見とか、朝の通勤ラッシュです。梅雨明けして早速夕立ちがありますね。今日は熊本ひどかったですね。地中化された電線が、ありがとうございます。上の方に、まあ、ただ梅雨明けしたと見られるんですからね。後でどうにでも取り消しはできますから、ね、柱が見えます。片側2車線のなかなか気持ちのいい道です。鹿児島駅は桜島フェリー乗り場が近い。ああ、確かに地図で見るとそうですね。清水町、鹿児島にも清水町があるんですね。途中鍋地下通りです。レーンを右に移しました。霧島アイラ方面、千岩園は島助のお庭です。さすが、ね、地元のスーパー太陽。もう一回ガタつきます。宮崎、千岩園方面で、ここから片側一車線です。左側は県道です。割と山手の方に行くようですね。さあ、10号線初のトンネルです。門司まで460キロ。当然のことながら10号線でもトンネルに入りますと、こういった形でエコーがかかるわけですね。下り勾配分離した、そうです、分離した先は県道の方です。まだ8時過ぎの鹿児島市内、トンネルを抜けると、え、本当にここ鹿児島市内っていうような、こういった景色。片側一車線です。6周かけて緑が増えて、ちょっとローカル色で、そうですね、一気に出てきましたね。海が見えてきました。そう、中鹿児島中央でお乗り換えです。朝日を浴びた混乱があるわけだ。キラキラと日光線とギリギリが、そうなんです、とっても綺麗です。さすが左側の鉄道好きな方はやっぱりよくわかる。磯桑原館、磯工芸館、ジョイフル北見てましたね。三隅西港のような、そうです、外
その奥には交番があります。カウントしておきましょう。目の前が大型車なのが気になります。この旅のジョイフルね、多少距離を取りつつお送りしてまいります。ナベチカー23イソポリスボックス、イソ交番前ということですね。なかなかイソポリスボックス、洗顔園左側です。これがその洗顔園ですね。右側に JR が走ってます。これが言うてもここいつも仕事で通ってるんだもん。あ、そりゃそうだ、嫌でも通らざるを得ない。もうすでにこれが日方方線か、そうだそうです、鹿児島駅を過ぎてるから。そうですね、海はよ、ね、こんな海岸沿いに。確かにいい景色なんですよ。3号線じゃなかった、10号線と日方線、大動脈が2つ通ってるわけですね。でもこの鹿児島までこの辺りで単線なんですよね、日方線ってね。単線なんですね。すいません。誰か噂しました？7月5日の午前8時頃、鹿児島市内でもう単線なんだ。そういうところから見てもなんか日方本線、まあ確かに花粉症持ちではあります。いや、鹿児島中央駅行きの前もあったんだけどね。ゴブレッシュ、ありがとうございます。桜島を火山灰にやられた。なるほど。ダイジェスト映像のエンディングに通過したジョイフルとウエストのコメリの点。コメリまでやりますか。宮崎まではずっと。45キロぐらいの。エクション。ダダさんが出てますね。事故多発って書いてあります。まあ確かに歩道もないですしね。確かにまあ要衝ではありますね。鹿児島市を出てすぐなんですけど。もうこんなに狭い道になってます。熊本市内の旧3号線よりも狭いですね。はい、あの今吉久バリスタさんがおっしゃってましたが、そうです、ここでトラックのせいでちょっと線路と道路の位置が桜島です。サイドチェンジです。厚い雲に覆われています。で、あの地図、まあ、お配りした地図をご覧いただくとですね、火山灰が止まらないっていう、この10号線よりももうちょっと右側のところに実は10号線のバイパスがほんの短い区間ですけどできてます。日方線は左側に移ってきました。これをどう伸ばすのか分かりませんが、錦江湾を錦江湾に突き出る形で作るんですかね。片側2車線の非常に綺麗なバイパスを作るようです。どうやって作っていくのか分かりませんが、今朝はこの鹿児島に来る間、鹿児島が天然の要害だったことが実感できるんですけども、収録を始めてからは出た、まあ、通過に持ちこたえています。道が狭いですね、確かにこの辺ね。日方線はトンネルに入ります。山も削れないだろうし、出るようですね、うん、今度は海側は10号線です。前の車は宮崎ナンバー、ここら辺から86水害の現場だと。途中でお別れしたい。あ、この日陽介バリスタさんは仙台ぶらり旅、ぶらり仙台の旅。音でかすぎるな。古いワーゲンビートルが走ってたな。国道10号線なんですが、実は、バイパスを作っているようです。そのバイパスがどのあたりを走るのかちょっとよく覚えていないんですが、バスです。多分岩崎に行くんでしょうか、ね、バスネットワーク、鹿児島の大企業です。鹿児島行きたいなとおっしゃる鉄橋さん、湾岸をぶらり仙台の旅通すみたいな。おやおや、麻生さんどこへ行くんですかね。地面も脆いし、この先滝が水、地名が土砂災害そうですね。46人です。さすがに先週先々週みたいなこのね、息ボーッと上がったりっていうのはないみたいですね。拡幅急に片側2車線になります。9月後半に鹿児島の予定、行ってらっしゃい。龍ヶ水、龍ヶ水ですね。自転車で通るのはお勧めしません。急になんかいい道、クラッシュした、わ危ない。あの岩崎の車両はもっとよく見てますね。やっぱり2車線あるって違いますね。龍ヶ水、ありがとうございます。滝ヶ水って言っちゃいました。雨雲が上空かかっております。
なんとか雨粒が落ちてないこと、落ちてこないことを祈りたいと思います。湯上水と聞くと八六水害を思います。今日の天気予報、出る前に出てきた、見てきたところ晴れのち曇りという、いやじゃあ逆だ、曇りのち晴れという予報でした。ユースバンクさんからありがとうございます。50人に視聴中と出てますが、こっちでは45です。不安は残ります。第一閉塞、原則現地さすが、さすが鉄道の中の人。歩道はないし、さやばさん田野浦で立ち往生してた、怖いですね、なんだかな、ちょっと急に良くなるんです。良くなりました。日報線この付近伏線化できないもん、そうですよね。斜面がやっぱ近いですね。それはいいサービスです。宮崎119、霧島28、愛良11、まだまだ遠いです。故障中なんだ、故障中、電光掲示板故障中です。この時はまだスタートした直後で結構元気があって喋ってるんですけども、後半になりますと、後半というか来週の動画ですね、2本撮りでやってますので、来週の動画ご覧いただくと、ナベッチほとんど、特に山道ほとんど喋ってません。はっきりしてもらわないと困ります。不良主婦ミキさん、こんばんは、ようこそ。片側になるんだ、急に片側一車線になります。それもそのはず、狭いんです。片側2車線あったんですが、急に1車線に。龍ヶ水駅前のガソリンスタンド、水害ニュースで見たことあるんですが、健在だったんですね。相変わらずカーブは多いです。山越えで、なるほど。その脇を日本グランですか、単線区間です。揺れる想い、ありがとうございます。でまた2車線になります。また2車線になりました。時折こういうところがあるので15線助かります。そういえば植木の208速度オービスは点検中、点検中だからって飛ばしちゃ いけませんよ。カーブ多いとはいえ、この片側2車線の区間はなかなか走りやすいですね。とはいえ上空黒っぽい雲が気になるところです。晴れていればもっと気持ちのいい道なんでしょう。奥の方に大隅半島が見えてきました。新港湾沿いは道が狭いんです。タビラカビラね、あーすごい、そうなんです。そして新港湾沿いは道が狭いんです。列車の姿が見えてきました。たまりません。入りますかね。でも車がたまるんです。何言ってるんでしょうか。ちょうど朝の通勤時間帯ということもあって、通勤時間帯、鹿児島方面の大渋滞っぷりを横に見て北総へ見ながら列車を運転するです。鹿児島じゃない、列車は渋滞がありませんからね。結構頻繁に桜島の中でいいですね。どうかな、映ってるかな。大雪、三両編成、列車が珍しいですね、三両編成というのもね。今見えました、数2両とか4両列車が3両3両でした。キハ40、47。ブレニジトンブレイクバンさん、キハ40、よーこんだけでわかるな。大きい肌、肥薩線からの直通かな、よーわかるな。東京では電車も渋滞します。いいなぁ、渋滞するぐらい電車が。熊本2両ですよ、2両、車が2両です。ディーゼルじゃねえか、おそらく 4223D 吉松発鹿児島中央行き。よー、そっか、本職だからわかるんでしょうけどね、本職じゃない人もわかってますよ。すごいですね。しかもジーゼル必殺、視察線必殺なんだ。また四国は1両がデフォ、まるでバス、レールバスってやつですね。はい、またも片側1車線になっちゃいます。長崎だと路面電車も熊本もそうです、渋滞しますね。とともに鹿児島市を離れ愛良市に入ります。愛良市に入ります。愛良市、愛らしい、失礼しました。同じこと言ってるわ。鹿児島で150です。はい、文字までの距離150キロ、あ、150ね、450です。あ、じゃあ450だ、ここ、ね、150なわけなんですね。
450です。ムネリンの地元、今日はちなみにそうなんだね、川崎もね、日本鳥です。一郎追っかけたかと思ったら一郎がマリナーズから、そうで一気にね、ヤンキース行っちゃいましたからね。宮崎県のどうなるんでしょうかね、彼のやる気がなくならないことを行けるんじゃないかと思います。祈りたいと思いますけど、まだ道のりは始まったばかり。そうです、450あります。3号線よりも長いんです。目の前の山に大きな山体崩落の跡がくっきりと、よく見てらっしゃる。正直やっぱこう梅雨時の収録ってちょっと怖いところがあるんですよね。小学校や中学校の運動場にあるようなサーチライトがありました。国道10号線鹿児島市を出て、もう愛良市に入っております。愛良市、まだ行ってる。1回1回の配信で全走行距離とか出したら面白そう。あ、進んでいきます。国道10号線、無理だなもう始まっちゃったの。一郎の背番号は51です。広島の前田智則選手の新人の頃の背番号です。一郎選手と憧れの選手だそうです。ちなみに31も、素晴らしい。最新の予報ではどうなんでしょうか。鉄橋さん、PC クラッシュしてましたっていう。おー、大丈夫ですか。ここら辺は山川の家で住むおばあちゃんが平然とせる。おー、危ない。大分弁では A らしい。なるほど。まだ梅雨明けは出ていない状態の中、レールバスはバスをベースにした、機動車ですが、耐用年数が短いためちょっと余裕を持って収録をしております。街並みが見えてきました。次の交差点で愛良市街地への分岐路があります。どうやらですね、調べてみるとこの分岐した方が旧国道10号線で、これから走る方がバイパスです。カラーの国道10号線を示す塗装が愛良バイパスです。塗装じゃない、塗装が日方線と分かれます。あ、ここからは道の領域、あの単車ですね。押して歩いてましたね。朝っぱらから大変です。時刻は8時24分、まだ朝日と言っていい時間帯でしょうかね。真下がその日方本線、またサイドチェンジです。溺れてきています。しかし向かう先は厚い雲に覆われています。大丈夫でしょうか。だんだんと車が多くなってきました。愛良市街地へ向かう車なんでしょうか。おお、なんだか日立にも似たような景色のバイパスがあります。あの、案外ね、そうなんです、あの皆さんのお住まいの地域とちょっと似たところがあるなっていうのはいろいろ出てくるかと思うんですよね。朝日がさんさんおはようさん、朝日新聞ですね。もしかして都の城まで日方線とはニアミスしないのかにゃ、しないかな。うんですね、都の城まではお別れ、いや、もう一回だけ陸橋から渡ることになります。そうそうそう、次の交差点左に曲がります。位置がつけられる球団ってそうないので、レイズとかマーリンズぐらい新しい球団じゃないですか。バイパスはそうですね、交通量増えますね。さあ、なかなか50人を超えない。でもさっきのユースワングさんは57と書いてくださっておりました。国道10号縦断です。鉄橋さんのこの歌わかんないな。朝焼けの光の中に立つ影は、聞いてみたら、ああこれかって思うかもしれませんね。興味を示そうな、さすが高さん、鉄塔と国道の動画の中の俺も言ってる平行、いかがでしょうか。ジャカさんが興味を示そうな鉄塔、いいですよね。鉄塔と国道が平行に高圧電線が伸びております。ずっと伸びております。国道16号によく似ている。あ、掛布さんもさ、非常にですね、一郎君のこの活躍が期待されますね。片側2車線のウミラーマン、左側が重富中学校、地図で見てましたら梶木町で、日本本線のニアミス。あーは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 ー、合ってるんじゃないですかね。あった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 、
加治木町霧島観光交通、そうですね、大型量販店、霧島って文字の噂、どこも同じような町並みになっちゃいますね。なんた言い方でした。木更津の16号、うん、木更津キャッツアイ、霧島方面に向かっております。国道15号、思わず行ってしまいますね。橋を渡って白金橋、これが分かる範囲で白金橋というんですね、橋の名前書いていきます。なかなか50人です、 道ですね、この辺りは。標準型男性鉄塔がこれだけ並んでいるのも珍しい。トレイン M さんのツイート、文字Qボットさん、朝日を浴びて、そうか、文字のボットがリツイートしてます。どんどん文字って書いてください。文字につくのは5週後です。宮崎方面に進んでおります。オイラの母校東洋大姫路に勝ってる。ほー、素晴らしい。残念ながら熊本西高校はですね、準々決勝まで行ったんですけども、そこで負けてしまいました。でもいい戦いぶりでしたよ。バイパスは町の手前で分岐して道が広いので、どうしても似たような中央公園をスタートして、火山まだ30分弱です。ん、文字どうしました。あ、文字ね、 そっちの文字か。これで秘殿下の線路が出てくると、京葉紅葉地帯の16号線になります。京葉臨海鉄道が出てくる、鉄塔とさような、そうですね、あえてスマートレポットに反応させることを言ってみました。置き去り、文字、皆さん文字工の文字にせずに文字、そしてアルファベット、まあ、いろいろいますね。文字文字百貨店です。そのサテライトショーのアイラとかになりましたね。諦めないで。白金橋大牟田にもあるストアみたいな、そんな感じでしょうか。我が母校広陵というんですかね、こちらも敗退。もじもじしないで走りましょう。前方どうなることやら、山々が見えてきております。51人です。アイラ市役所右側です。霧島カジキ方面です。さっきのカジキですね。お、ちょっと増えました、55人。ご覧の通り左奥はもう真っ黒。8時30分ぐらいなんですけどね。右方向現在は北九州、ちょうど散歩スペシャルに映っていないあたりでお仕事。へー、みなじゅん九州股にかけて大変ですね。不良主婦みきさん、先週金曜日旦那が鹿児島にいました。もう、もう九州に来られたんですね。今は広島の厳島神社近く、いいな。じゃあね、あのもみじまんじゅう買って帰ってきてよって言いたいところですね。妙な雲、そうなんですよね。今回あのちょっとね、あの空にピントが合っちゃいまして、暗い映像になっております。ごめんなさい。これが抜けていきました。結構車多いんです。宮島とな我が地元、そうなんですね。50人突破しております。合計勝数100を超えております。ありがとうございます。至る所にいる中、一人熊本ナンバー、なぜか走行車線よりも追い越し車線の方が車が多いっていうですね。距離を開きながら、一定の距離を保ちながら、ナベッチの水筒が瓶ビールに見えて、アイラ市内を走行中こうやるとそう見えますよね。確かにカオンホール、カノンホール。そういえば212号線が片側交互通行、そうなんです。なんとかあの再開されましたんで、夏休み2日目に何とか間に合いましたね。なかなか大きな川、鉄松さん広島餌と書かれたでっかい川ですね。ありましたね。 IT 社長さんいいですね。確かに渋滞学では走行車線を走るのがいいそうですね。追い越し車線に、うん、走行車線をね、追い越し車線よりも速い速度で抜いていく車がボンボンいるんですよね。あれ滑稽ですよね。50人前後の皆さんがご覧いただいております。信号減灯のところも出てくることでしょう。非常にそういった意味では怖いです。この夏はそうなんですよ。右側、計画停電がもし実施されたら、コミューター大変なことになります。815系でしょうか。
右側にそのね、今815系っぽいのが見えたんです。ひらがなでミロック、リンガーハット来た。どういう意味があるんでしょうかね。ミヒロを思い出してしまいます。ミヒロ。この後ですね、10号線は二手に分かれます。まっすぐ行きますと二股にインターチェンジの方に交差点があります。250メートル右の方行きますと本線です。これをまっすぐ行っても10号線のマークがついてますが、これは実は東九州道にそのまま抜けてしまうという、お前が今はカタログ落ちしたブルーメタリックの愛がよく見てらっしゃる。右に曲がるのが都の城、霧島方面に向かう丸亀製麺10号線本線なんで製よ製ってなっちゃう。815はいません。あ、そうなんだ。文字をもじって、も文字ボットがどんどんリツイートしてますよ。鹿児島には80がありません。直進するとはそういうことです。都の城50、霧島15、丸亀来たというですね。さっきの文字の下りをどんどん、文字ボットがリツイートしてます。文字が大流行とな、これも多分後で立教でしょう。リツイートされますよ。立教の下にさっきのシリーズ225さん、どうもこんばんは。鍋地下鉄3、今夜からいよいよ国道10号線縦断スペシャル、鹿児島市を出てもう姶良市に入っております。そうなんです、朝の渋滞です。昭和50年3月旬、あ、この辺でスマホに切り替えと。霧島15号、霧島10号は鹿児島中央11時47分発です。なんかちょっと誇らしいですね。なんちゃらボットが、そうですね、頑張ってますね。鹿児島で頑張っています。真下が日報本線、駅が見えます。麻生スペシャルじゃないんです、じゃないんですね。一人佇む半ズボンの男性、金港駅前の街灯には、まあ、5週間後は文字につきます。仲良くマックンさん完全に狙ってますね。つまじくっていうのも変ですよね。まあ2車線あったところから急に1車線になるとこうなるのは仕方ないっちゃ仕方ないですけどね。以前御堂筋の話をツイートしたら御堂筋ボットさんにリツイートされました。よくある話。熊本県各地のいいところを紹介すると、それもまたボットで岩原紹介されるんですよね。岩原ですね。丸亀製麺自体は香川にはゆかりぐらいしかない会社。東国原、交差点の途中で止まってしまう形になってしまいました。地域ボット多い、そうですね。はい、2本目の動画です。文字で写真撮影して、文字で焼きカレー食べて、文字から広島に帰った人です。これも狙ってますね。鉄橋さん、前の信号が上野原遺跡に行った時この辺通った。停車せざるを得ない状況になってしまいました。西武池袋線の写真ですね。姶良市梶木町東岩原。なんで小玉清さんになるんでしょうかね。この道はいつもちょっと混んでるように見えますが、隣に新しく道を作りますのでご安心を。姶良市梶木町の市街地というところになりますね。太陽来た。右側ユートピア、バッティングスペースユートピア、いいですね。文字工がレトロがいいですね。桃源郷ということです。麻生閣下、太陽2度目、太陽、あ、そうか、サイバーさんもそうだ。あの鹿児島よくご存知ですもんね。出た麻生閣下。九州道までは2キロ、宮崎105、都の城48、都の城まであと48キロあります。まだまだ先は長いです。カジキ迎え町、なぜかですね、この鉄道の話題に終始してしまうっていうのがどうも、このご覧になっている方が非常にね、アイコンご覧いただいて分かるように、もう鉄道ばっかり。おかしいな、ドライブ番組なんだけどな。網掛川、網掛橋です。港町っていう感じがします。讃岐うどんっぽいファミレス。ファミレス先が早いですが、宝部駅の近くにコメリあります。さすが。次の交差点右に曲がりますと、うん、梶木港です。鉄道系ですね、確かに。
で、サーセン。なんか怖いビル。そうですね。港湾沿い。あ、うん、ゆるキャラは常磐特海さんとプラレールさんとサイバーさんですよね。あ、ザカさんもそうだな。送信こんなアイコンでも鉄道系な人です。こんなアイコン鉄道の多いですよね。確か宇宙人そう、唯一の宇宙人ダダさん。呼吸工事見直しをおっしゃいますが、道を作らないと渋滞が収まりませんが、いかがお考えでしょうか。田中幕でございますけれども、どうもタンスの主です。前の愛ターボ車のようです。マフラーが太いので、ほら文字来たよ、ほらリツイート。自然吸気車はマフラーが細い。完全鉄道系。6日さん、豪華ナンバーブルーリボン来た。 JR 加治駅方面左側です。左に行くと加治駅。心もじもじ気はそのまま姿は見えません。金龍もうどんどんリツイートされるんだろうな。これ54人の皆さんありがとうございます。そして相変わらず南国ムードたっぷりのヤシの木。金龍鹿児島にあったんですね。なんで鉄道なんだろうな。はい、待っています。文字こう文字文字。本日のカーツ3トレンド文字。鹿児島なんですけどね。アンドロイドのキャラクターをアレンジできるアプリで作ってアンドロイドした貸した私。おう、そういえば文字港駅も全面改装。へえ、知らなかった。こんばんは。自分で激辛料理を作って自爆した。そうなんですね。雨粒が。お、さすがサイバーさん、峠の名前ね、10号線を制覇された先輩ですからね。鹿児島なのに文字の話題、ドライブ配信なのに鉄道系にまた、ね、全くです。空は明るいんですが、そう、雨粒です。雨粒、分厚いです。雨雲です。雨粒でも日差しはちゃんと注いでます。これがせめてもの救いです。雨立つ、そうです。文字港は九州に行けば絶対行く場所の人、まあそうですね、いわゆる山の天気でしょうか。の、うん、まあ、山の天気以上に霧島市に入ります。ここの歩道も自然緑化が、たまには道路ネタをありがとうございます。実は嫁曰くてっちゃんらしいホラ吹きの私です。そうなんだ、ホラ吹き、それ天達、ありがとうございます。適切なツッコミをありがとうございます。ハヤトだ、そうです。霧島市に入っております。もう3つ目の町です。ハヤトの市街地。そういえばどうしました。2台先の車は電気自動車、アイです。アイミールですね。アイで止めるのはなかなかない。錦江湾沿いの景色、まあ、あのこの日は鹿児島は、ね、桜島が爆発しなかったんで、ワイパーもかけられるんですけどね。ミールさんがいるかいねえよな。いないでしょうね。最近そういえばあのこの配信ではなかなかお目にかからないですね。え、マフラーついてるから愛ですよ。あ、そうだ、愛だけでいいんだ。天達ってフジテレビの特段の気象予報、そうですそうです、天気予報士、気象予報士ですね。愛愛愛、そうなんです。右手に桜島が見えてるはずなんですが、さすがに画角が入りません。雨粒がまたちょっと大きくなってきました。雨粒、嫌な感じです。さつま揚げ食べたいな。そうですね、薩摩の道を走ってるとやっぱそうですよね。そう思いますよね。ハンズマンの広告、レンジエクステンダーのアイミーブが出たら欲しい。ほう、すごい専門用語に聞こえますよね。それフジテレビ、あ、そうなの、わかんない、私わかんない。左側がハヤト西インター方面。あまり投入したくないんですが、ただ
投入しないと今度は雨粒にピントが合ってしまって吉川理沙さん、鳥居優さん、そうです、桃井香織さんですね。あたしさ、地方の人間だからわからないわけ。遊ばせ SK2、 はい、ワイパー投入です。残念ながらワイパー投入です。投入、そうです、投入、投入。ガラコーデヴィ夫人、そう、デヴィ夫人、その場合はあの、あたしゃ、北朝鮮、あのミサイルじゃないんだと思うんですけれども、ほら、どん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 、ほら、文字キューボットがどん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 リツイートしてますよ。どうでしょうか。海沿いはまだいいんですよね。有田焼き、これからあの山に入ってくると、ありましたね、アイパー、アイパーじゃありません。あの、私、あの、桃井香織は SK2 が必須なんで、そうです、あの、それ言わないと分かってもらえない。 SK2、モイスチャー、僕の空腹感が言ったかな、それ。まだ時折雨粒がついております。またもさっきの鹿児島市を出てすぐの時と同じような海沿いの10号線。そんなに時間はないんですけどね。宮崎までちょうど100キロです。まだまだ宮崎は遠いんです。そういえば夜行急行列車の霧島を思い出した。さすがやっぱ鉄道。僕はね、毎晩 SK2 の化粧水塗ってます。シーボシーグラムね。あれは多分ラジオの送信場なんでしょうね。桃井香織さん、プライベートで会ったことあるけど、すごく綺麗な方らしいですね。私、あの、湯上がり卵肌って言われた桃井がよ。海がちらり、いいですね。涙がキラリみたい。素敵な表現、ありがとうございます。南国らしい景色。デーモンかか、やっぱそうなんですよね。うえーって言うとどうしてもやっぱりこのカッカですよね。湯上がり親分肌は和田アキ子は。さあ、上の方を見えてまいります。これが東九州自動車道です。一部区間だけ開通しております。草刈りの作業中です。このね、東九州自動車道すごいですよ。東九州道ですね。ものすごい回り込んでいく計画になってるんです。私、そこ作るのかっていうちょっとありますけどね。あの頃は、は、右カーブです。その途中に動画には映りませんが、あの、鹿児島でおなじみの AZ あります。ムーンライト九州復活させてほしい。新大阪から博多、なんかひっそりと廃止。こんなぐねぐね高速いらんかな。そう、回り込む計画、そうです。あの、大隅半島をぐるんと、海沿いをぐるんと行く計画なんです。霧島昇さんを思い出す私、わかんないな、この辺。休校マソなら中学生の時になりました。夜行でオール佐々木でした。こちらをご参照ください。なんか鉄道クラスターの皆さんの語らいの場になったんですね。何でもあるスーパーショッピングセンターです。はい、また岩崎バスネットワーク。ショッピングセンターというとちょっと違うかな。まあ、ホームセンターのバカでかい AZ のお話です。ものと言った方が正確かもしれません。今日は50人前後の皆さんが安定してご覧いただいている、そんな状態です。キュービック、霧島といえば黒霧島しか思いつかない、ごめんなさい。僕もそうです。黒霧、赤霧もあるんですよ。東九州道、一旦降りて都の城で宮崎道に乗り換えた方が、うん、まさにそうなんです。あら、ミールさん、お久しぶりです。うちのご近所です。ジョイフル来た。道路表示は40、実際の流れはどれぐらいの、うん、まあ、それぐらいと言っておきます。ああ、あの AZ、 町に一軒欲しいと言われた。そうなんですよね。この辺りは4車線か。ジョイフル来た、ね、ジョイフル来た、左側に
この度2回目、18番ラーメンは我が家のお気に入りなの。お箱っていうんですかね、これね、お箱ラーメンですかね。この辺りも4車線化してくれると、そう、左側にね、あと2車線分のこの用地があるんですよね。歩道ないですからね、ここね。しかも今、左側には警察官の姿が見えます。ようやく事故でもあったんでしょうか、ね、事情聴取、アイコンが人間の人が出てきました人間の写真の人がようやく出てきました。ミルさん来た。鹿児島県警のパトカーが2台、2台だったら荷物の台になっちゃいますね。ホテル京セラ、すごいですね。お、二重トンベル来ました。ちょ、何気に少ないアイコンが人間ですね。アイコンに人間が少ない配信、本当そうですね。まあ、かろうじて絵の方は 2,3 人いらっしゃいますが、写真の方はミールさんだけ23号線、あとはほとんど鉄道223号線、霧島方面、隼人国分、サティ、サティ懐かしいな。 GMS って何ですか。 GMS 隼人住吉、サイバーさん GMS マニアということです。宇宙人いますね、アニメ系宇宙系とアニメ系が一人ずつ。京セラって京都セラミスクの京セラでしょうか ね、飛行機がおそらく見えます。もう寝ない、あ、プチアールさんありがとうございます。午前5時半には起きれないよ、こんばんは。見たことある光景そうです。今日はあの鹿児島から都の城に住んでます。今霧島市内を走行中です。近いっちゃ近いですね。総合スーパーなんですね GMS。 ありがとうございます。あ、そうだ、島原さんもいらっしゃった。3人だ、3人。さっきのその224号線ですね。はい、顔写真の方は3人です。鹿児島空港にも行けます。言われてみればブロンズ像でした、私。黒尾志郎さん。京セラドーム、大阪。うん、その京セラだと思いますよ。1キロ先、工事中。この先、道路冠水。メーテルさんは西武池袋線がラッピングでお世話になっております。いつの間にか横顔。まず申し上げておきます。国道10号線縦断スペシャル、今回は青空が片側交互通行の区間がかなりいっぱいあります。収録日は7月5日、ついこの間あの第3週と第4週の分を収録したんですけども、まあいっぱいありました。すいません、車ですありがとうございます。え、仲間と工事と言ってみる。また ブルーメタリックの愛がまさか1日で15センチ横断するつもりじゃないだろう。また金流がありました。どうなんでしょうか。電気自動車どこまで行くか。あの小国もそうですけど、道の駅あたりに行くとですね、この電動自衛隊、電動じゃねえや、キャンプ国分、電気自動車のためにこのスタンドが置いてあったりすることが結構あります。国分インターからすぐ近くなんですよ、うち。次回はやってくださいいや、さすがに人ん家に寄るわけにはいきません。完全にプライバシーが、保護できませんからね。再び金流、横断は30秒もあればできます5秒でできます。最寄り駅の発車メロディーは39、日差しのおかげでだいぶ気温が上がってきて、顔でもないし鉄道でもないし、アイコンは車内も車内もちょっと暖かくなってきたなという感じはしてきました。阪急電鉄ただいま天神祭りのヘッドマークをつけて走行中。この前は祇園祭りでした。何の話やねん。エアコンもちょっと一段階毎日のように通ってる道あでしょうね。この霧島市を東西に結んでいるのがこの国道10号線です。あ、縦断だ。これは交差点の改良100キロぐらいなんですね。結構でも燃費ね、行くようになりましたね。ラブホ入り口通過、渋滞の車が4台先に行っています。工事中、そうです。3月に鹿児島に行った時はここのルート、隊員が乗っています。このルート10号線で松山に帰られた。ホイップします。お疲れ様でした。僕
ぐしてほぐしてなんでお姉系になるんでしょうか。すごいよね。明日も国道10号も横断する。横断だったらできるって言うんですね。四国のトップナンバー国道11号はどうなんだろうと。今朝は熊本市内で結構赤信号にはまってたんですけど、収録を始めてからは、いやー、大阪は明日天神祭りで、しかもいいですね、花火大会、羨ましいな。来年の夏こそは九州に来たら、ぜひぜひ。アイミーブよりミニキャブミーブが走行距離伸びそうですが、車体の軽さがね、そうでもなかったようです。だいぶ天気は良くなってきました。持ち直してきました。さあ、これがどこまで持つか非常に気になるところです。左側が MBC 霧島社、その看板がありますね。すごいですね。 MBC って放送局なんですけど、その放送局の支社の看板を出すだけあるんですね。わ、不良主婦ミキさん、アイコン変えてみた。後ろ姿いるってことなんでしょうか。あのちょっと MBC 南日本、ね、エロいですねいいですね、この後ろ姿。南日本新聞の強力なバックアップ、絵になってますね。素敵ですよ。南日本放送 MBC、 そうです。いや、毎日放送は MBS ですね。エロいって、いや、あの、すいません、人妻にこんなこと言ってしまって申し訳ございません。エンドコロ、ね、薩摩大納言、素敵ですよ。そば、うどんって感じですね。の字がえらい長かったです。今あの通過した車も多分アイミーブじゃないかと思われます。面どころもよく行くそうなんですね霧島あるあるって感じです。うどん CEO、 ちょっとエロいおっさんコンテナを積んだトラック、ちょっとエロいおっさん。なるほど、2つ積んでますね。これでいいか。ちょっとエロいおっさん。あ、これ反転させると便利だな。アイミーブ、相当、そうなんですね。京都の円通寺で旦那がさ、いい写真ですよこれ。なんかいい奥さんだなって感じがします。不良主婦とはとても思えません。次の交差点右に曲がりますと国分インターチェンジ。坂さん、どうもありがとうございました。国分海浜では寝床視聴させていただきたくですので、一旦し、ありがとうございました。どうも高井さん、もしかしたら内側、そうなんですか。国道10号線映るでしょうか。あの女優さん誰だろう。あんまり見たことない顔です。右側が国分海浜公園、ちょっとエロいおっさんCEO。 私の場合は誰も撮影してくれないという事情。アイオーナーですが、外観からはグレードの見分けが少なくなってきました。アイミーブの上位グレードはヘッドライトが LED に行くと霧島市役所です。ザ電気自動車って感じですね。はい、国分インターです。間違った、ノーマルの I だった。アイミーブの国道10号16キロ先片側交互通行220号線崖崩れの恐れあり、ね、西日本放送、東日本放送が KHB です。北日本放送は今回は KNB かな。雨が降ります。東日本放送は KHB ですよね。宮城のマスカッツメンバーってボソッとおっしゃって、そうですよ。DVD 本って看板見るとつい入ってしまう。入ってしまうんだ。自衛隊のちょっとエロいお兄さん、僕ですね。車、これが目の前に見えてくる。そうです。山道に入っていきますよ。マサさんのおっしゃる通り。前方を上に見えるのは東九州道です。東九州道、まだできてそんなに、新しいですね。時間は経ってないのでこんな風に新しく見えます。タイムラインの下に並んだ3人の女性の真ん中の人の額が妙に光っているのが気になっています。ほう、自衛隊の隊員さんのプライバシーがあるので、あまり近づくことができません。ナフコの隣の隣がうち、ほう、ってことは映ってたんですかね。早くお別れしたいところです。ちょっと前の景色は見えません。
CM でご覧いただいた自衛隊員の皆さんです。イラストがカラフルで鮮やかで、隊員の人がこっち見てるかもしれませんね。ただ隊員の方も怪しまれることはないと思います。なぜならiPhone なんで、あ、きっとこれはあれか、ナビとして使ってるのかぐらいしか思わないと思います。亀有峠、長い坂道、確かに長かった。山道に入ろうとしています。国道10号線 KHB 東日本放送、そうですね、家から一番近い放送。おー、鹿児島市中央公園。ちなみに我が家から一番近いのは FMK です。その次が NHK、 その後 RKK で、舗装が悪いからです。 TKU で KKT、KB かな、多分そんぐらいだと思います。地方によくあるコンクリ工場、そうですね、ありますね。自衛隊の隊員の方、この方々は最後尾の方に、ね、災害派遣でしょうか、それとも演習でしょうか。その外の景色、特にこの後ろ側の景色をじっと眺めています。決して乗り心地はいいとは思わないんですけどね。でも後ろの景色が見られるというのはいいことですよね。シリーズさん、最寄りが MBS、 125と書いてあったようですが、いいな、芸能人バンバン入るでしょう。消えかかっています。というかもうほぼ消えていました。東九州道です。何回もくぐっていきます。今のは東九州道です。後ろに乗っている隊員さん、お尻痛いだろうな、板張りの椅子だし、そうなんですね。しかもよく揺れますからね。北海道を走っているとこんな感じで自衛隊の車の後ろ延々走るはめる30度を指しています。でしょう。なかなか分岐もないし、アーカイブで見直さないと見てどうする。あら、コーヒーニックさん、ミルさんのとこ行こうとしてますね。まあ、ね、常識の範囲で。MBC の本社、うちから近い、公開生放送の見学に歩いていける範囲。おー、北日本放送富山って、そうなんです、日テレ系列ですよね、確かね、北日本放送で KHB がテレ朝系でしょ、経由だって経、系列ね。南日本が TBS 系列、西日本が、これがまた日テレ系列です。熊本だと西部総監部、北熊本、高湯原県外、そうですね、よく見かけます。小国のあたりもよく通るんですよね。3月に行った時にはミールさん家にお邪魔しました。あ、そうなんだ。北海道では90式戦車が街中を走る。すごいですね、戦車が街中を走る。りましたけれども近郊湾からはもうお別れです。完全に近郊湾からお別れしております。内陸部、ご覧の通り自衛隊の車が、太平洋を目指したドライブ、それこそね、ということになります。カモフラージュしてしまう、そんな風景です。宝スタンダード、またありましたね。やっぱり田舎に来るとこの宝スタンダードがあるんですよね。宝放浪とかね、様になる風景、まあ、確かに前の自衛隊の車はおそらく練習場だとか、裏の顔、そういったところに行っているんでしょうか。不良主婦美希さん、それとも今回のその豪雨被害で、別府でも自衛隊は日常風景です。戦闘機も時々上空を通過、日田市方面に向かってるんでしょうか。四国のラテ、兵衛局は基本日テレ系みたい。そうなんですね、九州はね TBS 系列なんですよね。 MBS は結構行ったりする。ロフトがあって MBS の1階にタリスカフェがあるので喉が渇いたら、あ、いいですね。どうかな、抜けるかな。さあ、ここで自衛隊の車を抜けるのか。できればあのトラックも抜きたい。私の住んでる伊丹は中部方面総監部があって、いつも自衛隊車両が走ってます。日常の風景、抜けそうです。あ、陽介バリスタさん、どうもありがとうございます。明日5時20分安全運転で、さあ、このね、東阪車線が続いております。高速で初めは帰ろうと思いましたが、結構走りやすかったです。10号線はこの辺りはまだいいんですけどね。なんとか抜けましたね。
自衛隊の、つぶやき、ドライブ動画ネットで配信してるローカルタレントいるんだと、暇だね。自衛隊駐屯地があった頃は中をよく通り抜けていました。中を通り…危ねえ、危ないというか、今は絶対無理ですよね。3号線に比べるとやっぱりこの険しいなって感じがしますね。今年の春初めて見た鹿児島ロマン街道と書いてあります。さ、そろそろ 3つ目の動画ですね。57人です。ちょっと増えてきました。広島ではよく広島駅で海軍さん見ますよ。あ、そうか、広島とかね、あと佐世保とかいらっしゃいますよね。横須賀とかね。はい、では3本目です。地元向けに通り抜けできるようになってました。戦車や装甲車を眺めつつ、へー、ラブホならぬ夜ホ。あ、ちょうど0時になりました。ちょうど0時になって合計視聴数も200です。7月25日。あ、そっか、これでやると左右反転するんだ。7月25日です。上野原遺跡、日本列島で最古クラスの大規模な定住集落跡。おー、不良主婦美希さん後ろ姿、うわ、絶対綺麗ですよね。あのタンクローリーは超えたいな。この後ろ姿でわかります、不良主婦美希さんは絶対綺麗です。後半登場。よかった、この番組が皆さんの交流に、どうやらね、お役に立てているようです。常磐特会さん、引き続き寝床から視聴させてありがとうございます。雨粒が結構、雨粒、こちらは陸地です。善通寺駐屯地、善通寺ですね。はいはいはい、横須賀、私の生まれた病院よ。iPhone で音質も音も綺麗に配信できるんだ。私も来年には買いたいです。おー、ぜひぜひ。雨雲が広がってます。登りますな。そうなんです、どんどん登ります。さあ、雨粒がどんどんついてきました。しかし結構これ登りますね。琴ノ花さんのおっしゃる通り、どんどん登ります。あ、クレーン車も超えたいな。終わりじゃないよね、まだ。ワイパー振っちゃえよ、振っちゃえば楽になるぜ。あ、よかった、ギリギリセーフです。なんとか大型車を避けることができました。ワイパー投入、投入です。東半車線終わりです。ということはある程度登り切ったということですね。速度標識の50というのがやけに大きく見えます。いや、大きいんですよ。ちょっと下り高速道路のそれのように見えますね。大きな50の看板でした。看板が大きいのはいいんですが、加藤の25トンラフターですよ。車にもお詳しいんですね。でも下らない、でもちょっと下ってますよ今ね。左側がトヨタ車体研究所。かけたくないワイパー。しかし雨粒がだいぶフロントガラス目立ってます。かけざるを得ない。またも上り、中央線どんどん上っていきます。結構標高高いところまで来てるようなんですよね。そんな中、気候、元気をあなたに、旭川ラーメン、すごいですね。気候を受けた後は旭川ラーメンってことなんでしょうかね。右側が南日本新聞です。印刷所とかがあるんですかね、この辺ね。北部政策センター。へー。さあ、札幌ラーメンの近くには鹿児島ラーメンです。そう、札幌ラーメン、鹿児島ラーメン。目と鼻の先にあるんですね。気候とラーメン。マックンさんはラブホボットですね、ほぼ。ラーメン競合、緩い下りと突っ込もうとしたらさらに上り。そうなんです、
霞んでますということは今以上に雨が強くなるということでしょうか。まずいですね。雨粒がどん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 ついてます。クレーン車は横に〇〇250と書いてあるのは25トン500なら50トン。へー、これは知らなかった。総じて言えることなんですけど、鉄道をお好きな方は他の自動車だとか、あと飛行機だとか、いろんなものに詳しいんですよね。もっと降るなんて困っちゃう。なんか山本リンダみたいですね。困っちゃう。不良主婦ミキさん、ユーストリームのアイコン、プロフィールの太って見える。ツイッターの写真は普通なのに。あ、見てみたい。見てみたい。まずいですね。ちょっと拝見してみましょうかね。まずいんです。おっと左側は岩崎バスの車庫になっていたようです。私は鉄道とバスなら詳しいです。鉄バス、あ、そうですね、まさに鉄バスさんですもんね。私は、自動車や飛行は全然ダメです。あ、その分プラレールが詳しい。ではでは、明日も学校、あ、シリーズさんどうもありがとうございました。おやすみなさい。課外ですね。ちなみに関西の方、今日はサロンカー何話ですよ。お見逃しなく。車が2台右に曲がってきました。鹿屋方面に向かうようです。いや、不良主婦ミキさん、これ細いですよ。4号線とはお別れです。前方大きなバスが3台4台連なっています。フォローさせていただきます。修学旅行か観光バスツアーか。私はひたすら謎。トヨタ車体クイーンシーズというバレーボールチーム。ラブホと聞いてチラアイちゃんさんラブホお好きなんですね。ちなみにクレーンの車輪が、キャタピラーになっているのはクローラー。へー、それも知らなかった。ですね、宮崎市立50人終わりました。ナレチカーズ3、今夜から国道15線縦断スペシャル。一方路面は今日は1回目、鹿児島から宮古の城に向かっております。ここ昔周遊券で九州をよく回りました。また登る。また日は昇ります。コメリー高等学校福山失礼しました。バカですね。俺本当バカだわ。大変失礼しました。福山と見た瞬間に福山のモノマネしたんです。霧島市福山町を走行中です。さあ、どん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 、縦断と言いながらもまだまだ進路は東といったところでしょうね。これから10号線にその手のお宿が多いことは否定しません。小倉まで点々と。福山、実に面白い。ワンちゃん、ハイガソリンスタンドがクリーニング店に。前の車が左に寄っている。止まるだけか。止まるだけか。曲がらないんです。福山、広島じゃないですね。福山、広島の福山、タコが有名。ぜひ来た時はタコ飯を。いいですね。日本の夜明けを作る高校だよ。ありがとうございます。お付き合いいただきまして。実に興味深い。実に面白い。福山は1回行ったことありますね。2回かな。割と明るくなってきました。そうだ、その四国を一周したっていう時に、しまなみ海道に入る時に、前方の雲は何でしょうか。福山インター付近を通った覚えがありますね。福山勝のトーキング FM。 見たこともない島が別府市内の10号はその手のお江戸が街中に堂々と。早速たくさんのモノマネが。ポニョポニョ、あの向こうにラピュタがあると言っても過言ではないですよね。あ、そう、大きな入道雲があったんですよ。ラピュタは必ずある。寺田みのりさんです。ムスカパイさんでした。龍の巣だ。これが
福山ネタスマッシュヒット、よかった。一点下り坂です。ようやく下りです。総市に入ります。はい、鹿児島県総市です。なかなか一発では読めません。総市、相変わらず山、そうです。寺田みどりさん、低音の魅力、そうですね。片側通行、どこへ行こうというのかね。だそうです。10号線のドライブでラピュタは必ずあるって言われても、まあそうですね。これまたラピュタボットが動くんじゃないですか。これバルスとか言ったらもうみんなバルスバー、どこだ、どこで流れてるんだって。失礼しました。雨量観測所、この辺は雨がよく降るんでしょうね。観測所があるってことはね、観測所があるってことは、まあ人生割と降り坂ある、下り坂ある、子供なじゃね。さあ、雲の切れ間からまた青空が、なんで小泉純一郎でいいんですよ。ムスカボットが動くかもですね。前方の雲すごいな。どこ行こうというのかね。交互通行の、ところですね。残念、ツイッターの DM 送れないのですね。いや、青だ。お？青だ。そういえばバルスめっちゃ、ツイッターの DM 大変結構、ナベッチ MC 宛てにどうぞ。途中からご覧の皆さんにもう一回地図をお送りします。人生いろいろ、会社もいろいろ。片側交互通行の、まあ、そのところはどうやらこの左側の片側交互通行、そうです。作業、これなんでしょうね。おやおや、山が続くと思ったら片側交互通行ですか。はい、右側にはいが一番似てますね。橋を作ってるようです。霧島市福山町です。福山です。またちょっとこう霧島市に戻ってくるっていう区間なんですね。赤の場所が、赤の場所に赤が青が飛び込む、まあ、ルートをちょっとだけ変える。あ、それはあのアタックチャンスの狙い目じゃないとできませんね、それね。黄色くなったところに飛び込むってことですね。さあ50人です。結構広い区間です。ここ、ここで終了のようですね。はい、杉下右京です。そしてまた上りです。やっと下りかと思ったらまた上りなんですね。国道10号線はこういう山道が結構あります。ソフトな視界のアタックチャンスを最近見て新鮮に、ね、浦川さんですね、熊本市出身。では参ります。大事なアタックチャンスっていうんですよね。若干邪魔です。そうそうそう、アタックチャンス、あってくれると嬉しいんですが。さあ、それでは大事なアタックチャンスっていうんですよ、ね、しっかりとアナウンサーらしい進行されております。きっちりとされております。渡りですよ。交通ルール守って安全運転できねえわ。渡り哲也さんはできないですね。長い規制、都会なら文句たらたら言われる工事経験者。ああ、工事経験者でいました。すごいですね。左に行くと宝部、財産の財、部活の部。まあしかし3台先が遅いこと遅いこと。前の車ここで一旦止まってほしかった。止まっていただきたかった。止まっていただきたかった。そういえば霧島新護衛だけは落ち着いたのでしょうか。まだ実は活動は続いているそうです。ただニュースにならないだけ。看板が出てまいりました。
はい、またも創始です。宝部町今またタンクの10連打ですね。また創始に戻ってきたということになりますね。え、10週前はもうタンクスペシャルとかって言ってましたもんね。火山灰なんでしょうかね。今がまさにタンクスペシャルですよね。ワイパーはかけられません。創始宝部町に入ってからようやくちょっと道が、あの山道からまっすぐの道が出始めました。あれは資料と、運んでるやつかな。おそらくそうですね。平坦部って宮崎高鍋館ぐらいじゃない、うん、まあ確かに平野部のこういったね平坦なところで、そうですね。前のフルトレーナーが片側交互通行時のカウントダウン信号にはご注意。うん、確かにあれ守らない人がいるんですよ、たまに。怖いですよ。2泊3日の鹿児島遠征の旅のはずが都合で、前半の1泊2日だった私。わあ、せっかくの旅行がね、残念です。ちなみにカー23のこの国道10号線縦断スペシャルは2話ずつ一気に撮ってます。で、つい先日も月曜日だ、うん、月曜日に、あ、昨日かインターを示す看板が出てきました。昨日僕はあの第3話と第4話を撮ってきました。あ、ムイカさんどうもありがとうございました。おやすみなさい。と半分アーカイブでぜひ。半分もないか。いや、あるわ、あるある。インターまで2キロ。そして、あ、道の駅末吉が今回のこの15線縦断スペシャルは、のの道の駅があったらそこにも寄るっていうのが、まあ、沿道の道の駅に立ち寄るという、そういうミッション。まあ、何するわけでもないんですけどね。やることといえば、まあ、このどれだけ時間がなかろうが、ここにもないか、立ち寄るか、道の駅スタンプを押すっていう、まあ、その道の駅関西、それが一番のミッションです。GO でフルスロットル N に気づかずいきなり一足に入れてウィーリーです。分かりました。鉄道駅には寄らないと。いや、僕はあのてっちゃんじゃないので違いますので。対向車線は原付がエラー遅かったんでトランクが543210 バージョンアップにより立ち寄りが追加ですね。都の城まで15キロですね。信号機付きならまだいいけど、人だけで規制する方法では無理やり突っ込んでそういるんですよ。本当は危ないからやめてください。飲み会上がりでサーセン、ちらっと、あ、タッチーさんようこそ。おかげでまた50人復活です。鍋地下鉄3、今夜は国道10号線縦断スペシャルの第1回です。鹿児島から都の城に向かっております。この200メートル先です。現在は創始とならなかった宝部町を走行中です。4本目まもなくかな。違うか、末吉宝部インターチェンジ右側です。あれ、ツイッターの DM って写真送れなかったっけ。送れないんですかね。あれ、どうだったっけ。眠気を催す大名、全くです。これ運転してないと眠気を催しますね。配信見てても眠くなるぐらいですからね。地図に水の駅っていうのがありますね。水の駅、トンネルの駅っていうのも宮崎県でありますね。まあ、この間通ってきたんですけどね。50人前後、まあ、先週先々週に比べるとちょっと少なめって感じの、それでもまあ50人前後は嬉しい話です。走行フォローだったら DM 送れる。あ、そうなんだ。へー、あ、いや DM じゃなくてあの写真ですね。写真を送りたいところなんです。
去年まで道路工事関係の仕事してました。いきなりクラフ、うわー、やめてほしいですね。それね、港駅っていうのも道の駅が受けたためにいろんな駅が、道沿いにできるようになります。おあと海の駅っていうのもね、天草にありますね。トンネルの駅、そしたらずっとエコーをかけ、いえ違うんですね。あのトンネルの駅っていうのは高千穂にあるんです。だいたいそこまで言うと、ああそういうことかっていうのがお分かりいただける方がいらっしゃるかと思います。左側は厚い雲がいっぱい。先ほどよりはだいぶ見通しが良くなってきました。大きな看板見えてきました。あれが道の駅末吉。入り口の看板かと思われます。高千穂、標高は標高高いですよ。あのカー23でもいつかこの高千穂行ってみたいと思います。国道10号線と思えないのとか。そうですね、明日というか今日のお昼、久々のマイカー引き渡し予定。おお、7年落ち15分、すごいですね。ああ急行たち、やっぱそっちか。まあでもそう、トンネルの駅っていうのはまさにその鉄道の、車両が2つ3つ置いてあるんですよ。ぜひお近くの皆さん、お出かけのほど。ピチュアルさんありがとうございました。あとは録画でご覧いただけるということです。おやすみなさい。ニジトンブレーキバーさん、まもなく道の駅末吉。そうです、総市って、千葉県匝瑳市並みに難読都市名のような。そうですね、そうです、ものすごい高いところに鉄橋があるのが。そうです。さ、道の駅末吉です。マットさんでした。あの動画上は特に何をするってわけでもないんですけれども、この時道の駅に入ってスタンプを押してくる。そして道の駅アプリに、登録をする。その2つがこの大事なミッションです。さらばフルトレーラー、休憩です。気分転換大事ですね。ランチバイキングもあるんですよ、ここね。駅末吉を出ます。あ、渡辺明さんこんばんは、ようこそ。木曜の22時はアキッチンキラン、これでいいんですよね、これでいいんですよね、確かそうです。あの間違ってたらごめんなさい。わあ、渡辺明さんようこそ。僕も渡辺です。だからなんだって話ですけどね。完璧でございます。あ、よかったよかった、あの最近たまになんですけど、木曜日ね、あのちょうど22時見れる時があるんです。よかった。この間はあのユーストトゥデイも見れましたし、なんかメジャーな番組をどんどん見れる機会があって嬉しいですね。ランチバイキングかいいな、ですよね。あ、秋さん、あの今日はですね、国道10号線縦断スペシャルということで、鹿児島から北九州に行くんですけど、その6分割した1回目です。右下の方は反転してたり。秋さんようこそお越しくださいました。あのご覧になっている方ほとんどアイコンが鉄道の方なんですけれども、まあいいでしょう。ナベッチもエプロンしないと。エプロンはしませんけど、今日はジンベイです。涼しいですよ。これあのドンキホーテで1300円で売ってました。なかなかいい買い物しました。あ、今日はあのね、アイコンが顔の方、4人目ぐらいですね今日は。これだけたくさん見てて4人目ぐらいっていう。さあ、というわけで道の駅末吉を越えました。本日夕方の、
小騒動、小騒動というか、ドンキホーテ、そうなんです、ドンキなんですよ。多分全国各地で売ってると思います。明日松山空港に撮影に行こうかと思ってるんですが、行きだけ一般道を使おうかな、山道の、まさにこういう道の連続でしょうね。お気をつけて。麻生太郎、この人兵はドンキホーテで買える。この辺りも土煙が舞っています。ということは、秋さんびっくりしたかと思いますけれども、火山灰というか、この番組は麻生太郎をはじめいろんなモノマネをすることがあります。すいませんね、0時25分にびっくりしたかと思います。秋さん効果かよくわかりませんが、ちょっと増えました、55人です。麻生交通ビッグヒット。麻生交通、熊本の中央部を走れば、うわ、1人減っちゃいました。この配信は配信主の突発的なものまでが、そうですね、その通り。あ、これもものまで、大変結構でございました。あります、大事な大事なものまでチャンス、こんなんばっかやったんですね、本当に。文字まで400キロです、走行してる間に。なんか麻生さんじゃなくて閣下になってきてる、毎回そうだと思います。はい、文字まで400キロです、無意識のものまで。そういえば鍋っちの生画像が隅っこに押し込まれた感が、そうですよ、隅っこに押し込みました。田中真希子、この準備主人に来てたらおさくさくなりましょうか、鍋っちさんにあげました。あの総理に、更迭かと聞きました。そうだとおっしゃいました。残念ですね、一生懸命頑張ってますけど、言った言わないということについて、握り拳が重要、突発的というより発作的、発作的。黒木島、何でも黒ですね、黒の縛りです。 O400、 そうです、もうすでにですので60キロ以上は走っていることになります。畑が広がっています、キャベツ畑でしょうか。だいぶあの木に囲われた区間がなくなってきましたね。黒縛り、黒ナベッチ、黒ナベッチですね、今日ね。さらには黒タオル、このリスリスならぬクマクマをこう隠すっていう配信しましょうか。完全にはキッチンのパクリですね。階建ての小学校の校舎、11号と32号は体験済みですが、33号は機会がなく、可能ならアーカイブを。ザ田舎の小学校の校舎って感じです。そして黒切りって言ってるよ。あ、それいいな、タオル。ちょうど良い錆び具合です。ぜひ皆さんもくまモンタオル、くまモンで顔を覆う、やってみましょうか。漏れなく僕が画面を見れない、クママスクが出たらね、本当いいかもしれないですね。前方は岩崎バスネットワーク、牧野原。今日だけで3台すれ違いましたね。わー、渡辺明さん来てくれるとは思いませんでしたね。麻生太郎、クックック、クマモン、声が違う。まあいいや。松井さん、一郎のヤンキー追跡機はどのように考える？福岡市内にお住まいの方、後ろのドアの裏、クマクマを探せ、クマクマを探せ、ある意味新鮮に映るのかもしれませんね。で、これは宮崎県に入ります。宮崎県です。はい、鹿児島県とおさらばです。宮崎県に入りました。都の城市です。私はこのチャンネルは実は何度も来たこと、ありがとうございます。宮崎県、大変光栄でございます。そして、佐藤古谷さん、 iPhone 撮影ですか。そうなんです、 iPhone で撮影しております。 iPhone をこの都の城渋谷のところにガシャッと右
右側設置しまして、で運転しながら喋ってるということです。都の城にインターチェンジがあります。宮崎県来たそうです。左か、左の方ですね。バイクに無線のアンテナつけてるから、そこにくくりつけてツーリングしよう。おー、いいですね。あ、4本目よいしょ。この左右がインターチェンジになってます。もうそのまんま、あの有料道路ではないので。いや、予告のテーマだけどいいや。そのまんま道がえらく変わった。道路に入っていく。県庁宮崎県に入りまして、ユーストリームが終わったらツイッターの DM つ、あ、わかりました。宮崎県、そういえば宮崎の民放2局はクロスネットというはちゃめちゃ、特にテレビ宮崎がすごいんです。1局で3局分やってますからね。あ、4局分って言ってもいいかもしれませんね。恥ずかしながら宮崎未体験。あ、そういう方にもぜひ宮崎行っていただきたいですね。1人増えました。56人です。 iPhone でここまで綺麗に撮れるんだからすごいな。僕もちょっと感動した感じが。徳島は、僕徳島行ったことありますよ。四国4県全部。徳島はでもそうか、あの関西テレビとかが、関西のテレビがどんどん入ってきますから見れますからいいですよね。27時間と24時間両方やるのが UMK テレビになってそうですね。宮崎県地鶏、冷や汁、チキン南蛮チェロリ。おかげさまで先日麻生太郎の熊本体操を県庁所在地宮崎市にも入りますからね。くくくくまも次の回にはおさらく入ります。太郎のサプライズ。へえ。 iPhone での動画は侮れませんです。自分もユースト用の動画を撮っていて感じます。あのズームができればねもっといいんですけどね。東国原宮崎県はですね本当に良かったです。知事の真似はできないな。富士日テレは有名ですので、ね、テレビ宮崎拠点さん両方で見る。富士、日テレ、テレ朝、この3局全部やってます。だから朝ですも UMK はネットしてます。アナウンサー個性強い人が多いんですよ。必ずと言っていいほどのアナウンサー大賞、アナウンサーの名珍場面大賞には、あの宮崎の女子アナがかなり無理してこのね、畑に突っ込むっていうありますよね。UMK といえば新人女子アナが入社されます。あ、そうなんですよ。よく知事選出ましたが残念ながら敗退。どうなんでしょう、今後国政に出ることはあるんでしょうか。あ、今のは東国原さんの話ですね。東国原さんがいない今、宮崎の県政はどうなってるのか。その後この曲好きです。 D スクエアっぽくて、あ、でもこれあの著作権フリーなんですよ。タレントとしてのやっぱり序盤特会さんもよくご存知かと思います。27時間テレビでは小西アナが出演。よう見てましたね。ちなみに TKU は尾形由美さんです。僕もよく知っている尾形さんですね。なんか寂しいな。立ち直っているんでしょうか。そのあたりの話題もなかなか。たまにどのチャンネルでもテレビ東京系の番組は、そうですね、確かに。右側は269号線鹿屋大隅方面です。鹿屋大隅方面ということは佐田岬方面ですね。この番組でも行きましたね、佐田岬。ちなみに T スクエアは、間もなく全国ツアー名古屋公演行きます。おお、いいわだ。徳島は民放四国放送1局なので、日テレネットにもかかわらず TBS テレ朝富士テレ東へ。すごい。おっさんテレビのタイガース戦中継を見たい親父が私です。おお、おっさんテレビなんでしょうかね。あ、サンテレビ都の城インターまで10キロという看板がありました。サンテレビは兵庫県ですよね。さあ、二重になってるんだ。市街地が見え始めてきましたね。さあ、ようやく都の城の市街地に入ろうとしております。国道10号線縦断スペシャル、6夜連続で、まあ、6夜というか6週連続でお送りするんですけども、今日の動画が一番長いです。1時間54分25秒あと20分ぐらいかな。27時間テレビは高知33テレビのゴーダーナがお騒がせしました。
高知県民を代表して詫び申し上げます。詫びなくていい。盛り上げてくださったんですからね。2年連続ですからね、高田さんはね。志布志方面右側、斎場さんがおっしゃってましたね、志布志市、志布志市、志布志町、志布志。宮崎県初ジョイフルです。そしてここからは片側2車線、もう都城に着いたんじゃ、都城には入ってますが、もうちょっと先まで行きます。ジョイフル来た。この度3つ目ジョイフル。右側にあったビルの名前、神田川っていいですよね。神田川、思いきやすぐに1車線になります。そう、2車線になったかと思いきやすぐまた1車線。奥に見える右側、これが都城の市役所です。さっきのトレーラー、渋志港から船に乗る。右側の大きな建物、ね、1、2、3、4、5、書き渋谷、渋垣のように渋々してます。こちらが都城の渋々県庁跡と書いてありますね。まあ、市役所です。結構立派な大きな建物です。神田川、うちのそばに流れています。おお、あなたはもう忘れたかしら。側が西都の城へ。ではここで、もうここでもくしゃみをしません、しません。あ、市役所、そういうことか。市役所前の街路樹だけは立派だけで、斎場さん、志布志市、志布志町、志布志、志布志市、市役所、志布志支所、すごいですね。すき家、そうです。佐藤古谷さん、フォローミーって書いてますね。フォローミー、日南さってまた日南。ここまでは片側一車線でしたが、左側が JR の西都の城駅です。また広い道になります。左側に都の城合同庁舎、ここからはオーニングがついてます。非常にオーニングがあります。ただこの辺りは歩きやすいところですね。たびたび来ますが、シャッターが降りているところが多い。まあ、まだ10時前というところもありますけれども、それでもね、10時を過ぎても右側、日南三股方面が多いんです。おさむさん、こんばんは、ようこそ。右側に大丸があります。都の城、そうですね、市街地です。呉の街並みとか、そうですね、紙がいっぱい貼ってあって、どうやら閉鎖されたというのが、呉もこんな感じなんだ。まだ10時前、そうなんです。熊本市内を出たのが5時20分でした。宮崎交通のバス停です。都の城、以前よく買っていた焼酎の蔵元の、いいですね。今速報甲子園への道をテレビでやってるけど、長島みな、え、出てないんだ。あ、そう、あの速報甲子園の道は出ない、熱湯甲子園は出るんですよね。この後トゥグ、今年の熱湯甲子園は確かあの長島みなと工藤さんのはずです。報道ステーションの野球解説、この後トゥグ。総合文化ホール、そして都の城駅。呉は昼間でもシャッターが降りているところが多いです。ここもそんな感じですね。南九州はあなたの街のデジャブがお待ちしています。いいですね、いいキャッチフレーズですね。なんかアドマチック天国みたいですね。またも片側2車線から1車線になります。読みは正解です、当たってました。分離帯が、そうです。本当に地方都市はデジャブシティです。全くそうですね。238S さん、にゃんと、そういっちゃうから。国道269号線です。リツイートいただきました。前方赤いものが見えますよね。あれがあの JR の鉄橋です。右側が JR の都城駅、宮崎方面の269号線、国道10号線の単独区間に入ります。JR です。日本本線、そ
の前にジョイフルです。 JR の日豊本線とキット線ですね。不動沿いはやっぱりジョイフル多いですね。奥がキット線です。この日豊本線はどうやら伏線ですね。伏線があるんですね。紳士服、ファーストフード、ファミレス、ドラッグストア、どれもこれで片側2車線かチェーンチェーンチェーン。いいですね。バス停の名前ガード下。次はガード下、ガード下です。編集作業大変そうですね。まあ結構時間かかります。ただ信号停車のところこう収録時に止めてるんで、割と楽です。ジョイフル行っちゃった。今隣の車線にいた原付なんですが二人乗りしてました。そう、隣の車線にいた原付が二人乗り。今僕の後ろにつけてるような状態です。久々の太陽、よう見てましたね。そうだ、佐藤古谷さんにそうだお配りしないと。どこを走ってるかわからないかと思いますので地図をお送りします。どうぞ。二人乗りのお納めください。お納めくださいだって。この車の真後ろにいます。でも今日の走ってる区間の割と最後の方です。都の城市の市街地を走っております。千葉入口、日本一たい焼き。そうです、熊本県宇土市にはですね。そして右側にニトリの大きな看板、その奥には黒霧島の看板、ホテルですね。ビジネスホテルでしょうか。都の城サンプラザホテルと書いてあります。左カーブを過ぎますと大きな橋が見えてきます。橋を挟んで向こう側、山田電機、お、ニトリ川です。ニトリ、黒霧島。左側が霧島酒造株式会社。なるほど。沖水橋、酒どころ。いいですね。編集は何かのソフトを使ってるの？あれ、 iPhone の動画は PC で見れる。あ、これはですね、 iPhone の動画をパソコンに取り込みまして、ビデオスタジオ12っていうのを使ってます。さあ、この沖水橋を止めますと邪魔だ、天気邪魔なんだ。道の駅が近づいてまいります。それ Facebook で公開、範囲限定します。あ、そうなんですね。これはなかなか綺麗な片側2車線のいい道路です。さあ、まだまだ先に行きます。なんでこんなに先を急ぐかと言いますと、この次の週、まあ、つまり来週ですね、来週お送りするところの、なんとかここまで行きたいというところに行かせるために、都城でもなるべく先の方に進んでいるわけです。ハンズマンの感覚です。そうです、左側ですね、ハンズマンです。反対車線は宮崎交通バスが見えました。地図ありがとうございます。どうも。ちなみに私も iPhone で撮影して四つ目に上げてます。なかなかいい映像なんですよね、 iPhone ってね。来週への布石作り、まあ、そういうことになりますね。む、ハンズマンの中にタリーズコーヒー、よく見てますね。レッセルホテルというんでしょうかね。僕一回だけアメリカ行ったことあるんですけど、アメリカのインター沿いにもなんかこういう感じの、ね、ハンズマンありました。ハングマンっていうのも昔ありましたね。だいぶこういうドラマで、KB が開局して間もない頃はザ・ハングマンを、そのシリーズをどん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 5とか6ぐらいまでずっとやってました。アメリカ島、アメリカにはああいうホテルがあったんですよね。必ずインターチェンジ近くにはラブホじゃなくて、こういうしっかりとしたホテルがあったんですよね。ベスト電機って山田になるんですよ。そうです、山田に買い取られるってことですね。屋号は残すんじゃないですかね、多分。宝システムキッチン、やっぱ宝はやっぱ田舎に行くとあるんですよね。ベスト電機の看板は残ります。あ、だそうです。電線も地中化されています。電線地中化されるとやっぱりこのすごく空が広く見えていいですよね。一つ難を言えば前の車が大型車。右に曲がりますとミマタ。ミマタミマタミマミマタ。ジョーダンズではありました。
感じが違います。これ知ってる人はお笑い大好きな人ですね。あ、不良主婦ミキさん、そうです、それです。コーレルビデオスタジオ12。左前方国道221号線小林方面です。メガネ市場が見えますね。エビの小林方面221号線。あ、また本 DVD だ。縦断縦断スペシャル。またそうですね。そういうことです。鹿児島市を出て、またそう、今都の城に到着しています。さあ、道の駅都の城まもなくです。ここに入ります。スシロー、そうですね、だいぶお店が減ってきました。あ、鉄橋さん、どうもありがとうございました。おやすみなさい。今2時間が経過したところです。あっという間の2時間です。さあ、道の駅はペヨンジュ、あれか、都の城のメガネ市場へようこそ。必ずこうやっちゃうんですね。冗談ですから。そうです。鹿児島から2時間で都の城か、特急よりは遅いってところ。まあそうです。単線区間ではありますが、それには負けます。道の駅都の城です。ここでもスタンプを押すだけ。写真はいつかまとめてご紹介したいと思います。で、ここで終わりかと思いきや、もうちょっと先まで行きます。さあ、道の駅メーテレではザキロバアシュラのすめがし、もうメーテレ名古屋テレビですね。テレビ朝日系列です。右折できる、押すだけ。裏路地からアプローチ。そうです。太郎坊町でしょうかね。歩道橋です。レオハウス。レオの家。レオハウス。さあ、都城の市街地。だいぶお店がいっぱいあった地点からはもう田んぼだけです、この辺は。50人の皆さん、ありがとうございます。0時47分を回っております。都の城インターチェンジです。この町は太郎坊町グエー。これ言うとやっぱ閣下なんですよね。四国の主要都市間だと四国は狭いから車の方が便利。あ、確かにそれ狭いというか、狭いから便利というよりも、それほど交通機関が発達してないから便利という言い方ができるかと思いますね。片側2車線の区間は今のところで終了。はい、片側2車線はここで終了です。次の片側2車線は宮崎市内まで行かないとありません。前方の山々は雨雲がかかってますね。嫌な感じです。本当嫌な感じです。電光掲示板が見えておりますけれども、その向こう側が都城インターチェンジです。宮崎自動車道ですね。左に行きますと宮崎自動車道の都城インターです。あ、東九州道って書いてある。ごめんなさい、これ宮崎道の間違いです。これがランプウェイですかね。こっちが本線ですね。それはそうと、あの森さん何なんだろう。森さん、宮崎まで47キロ。さすがに今日は宮崎までは行きませんよ。
今日もうちょっとだけ走らせてください。ドットレナ愛のスコールの工場が、麻生さんの先輩、どういうことですか。あ、太郎坊ってことですか。さあ、結構田んぼがもうぶわーっと一面に広がってる田んぼ畑。そういえば九州地方梅雨明け、そうですね、やっとこさ、昨日ですね、梅雨明けしたと見られるという表現、この回りくどい表現がですね、ようやく九州地方にも使われました。長かったですね。左右は水田です。夏休みに入ってからようやく梅雨明けですよ。さあ、宮崎県都の城市を走行中です。そしてソーラーパネルが屋根の上についてますね。さすがは宮崎。やっぱ宮崎はこうね、この太陽の国って感じがしますよね。南国。株式会社長和ユニットハウス組み立てハウス、その展示もされているようですね、この辺りね。さすが広大な土地が。石原良純気象予報士。これ九州地方、これ梅雨明けしたんじゃないですか。これこれ、あとどうですかよ、これ。ちょっと分かんない、これ。短ページ、短ページ。これ、空いた短ページが便利なんですよ、これ。失礼しました。もう、やりたい放題です。これ、短ページ、短ページですよ、これ。こういうところの短ページなんですよ、これね。もっとわけのわからない人がどこかの政党にはたくさん。まあ、そうです。ジョイフル、来てました。見てなかった。東北の梅雨明けは早くても週末になりそう。今年も猛暑ですかね。外仕事に合わせ、外仕事、そして熊本、福岡、大分だと、まあ、復興作業は特にこの暑さの中は大変ですよ。前方だいぶ山々が近づいてまいりましたね。右側と書いてありますが、軽トラようやくここでお別れです。九州合併ということで高城総合支所に変わっているようです。またも太陽。太陽、酒のベリーマッチ。いいですね。酒のベリーマッチ。いつの間にか片側2車線になってます。いいですね、酒のベリーマッチ。再び太陽、今日は三度太陽ですかね。片側2車線になりましたが、すぐにその区間は終わりを迎えます。先のベリーマッチは2度目かな。同じ宮崎県なんですが、延岡までまだ129もあるっていうのが、この県の細長さを延岡129もあります。思い知らされます。宮崎県は本当に南北長いんですよね。特にこの国道10号線は南北を、こっちかこう行ってこう行きますから、ただでさえ長い南北をさらにこの横から入っていきますからね。当地の週末の予想最高気温36度きた。体温並み。延岡の129か。そうなんです、だから結構長いんですよね。眠気で倒れそう。無理せず寝てください。だいぶ山々が目の前に近づいてまいりました。今日の動画はもう間もなくあと数分で終わります。宮崎市内方面に向かうわけなんですが、その道中は
完全なる山道です。もう地図を見ただけでわかるっていう。来週前半はずっと山道です。絶対眠くなります。もう後半からだいぶいい道になってきますからね。来週は山道か。そうです、前半はほぼ山道です。そうだ、来週分まだ全然編集してないんだ。頑張んないと。収録自体はもうね、来週、再来週、その次の週までは終わってるんですけどもね、頑張らないといけません。ネオー一日中山道旧中山道のことですね。よくね、アナウンサーがこれ言い間違えるっていうのはね、文字まで375キロ、有名な話でありますね。まだまだ遠いです。熱中症対策水の作り方、はい、レシピこちらです。詳しくは番組のホームページをご覧ください。旧中山道、少しずつ登ってるのは分かりますかね、これね。もうそろそろ1日目のゴール地点です。歩道が広く取られてますね。すっごい中途半端なところで1日目は終了となります。こういう感じの道好きです。お、左に曲がりますと、ヒムカ、通れるビデオスタジオ12で、友達や家族の誕生日に DVD 作ってプレゼントした。あ、そうなんですか。同じものを使ってらっしゃるわけですね。それの限界と戦いつつ、この番組は編集をしております。前方右手、また三股です。冗談ではありません。三股、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 いろんな筋の方、皆さんごめんなさい。不良主婦みきさんも同じコーレルビデオスタジオ12を使ってらっしゃるんですね。ちょっと親近感。もうそろそろ今回の、あ、これかな、この左側、ちょっと一旦ここで休憩です。張り切りドライブイン、前方に水色の看板ありますよね。張り切りと書いてあります。掘り切りって書いてますね。はい、というわけで改めましてこんばんは。熊本のしがないローカルタレント、ナベッチということでございますね。私はビデオスタジオ X4、 もっといいやつですね、 X4。 というわけで、街中の中心市街地地図に入ってるんだけどな、熊本市西区上熊本からのナベッチ、川津水でございます。人妻に親近感、不良独身ナベッチ。そうね、不良独身ですね。確かに、何を張り切るんだドライブイン。第1区間終了。そうです、すごい中途半端っぽく見えますけれども、今日の地図もう一回ご覧いただきましょうかね。この、紫のラインの終着点 B の部分、ここがその張り切りドライブインです。友達のホームページ、私がすごい、ぜひ後ほど、拝見したいと思いますね。今日は鹿児島市の中央公園から張り切りドライブイン、この宮崎県都の城市、だいたい80キロちょっと走ってきたことになります。ここまでの区間をご覧いただきました。0時58分です。ビデオソフト、ナベッチのようにうまく使いこなしたい。まあ、センスです。なんつって。はい、というわけで、ここで疲れを癒して張り切ってゴー。疲れを癒すんじゃなくてですね、ここまで撮った、iPhone に撮った動画を、MacBook Pro に移し替える作業。これをしたのが、この張り切りドライブインです。
そのままずっとこの動画の写し替え作業、だいたい30分ぐらいかかるんですけども、そのままずっと車内で一休みしながら、動画が全部データが移行されるのを待って、で全部移行し終わったのを確認してまた出発ということでございました。お、結構進むんですよね。かなり進みました。まあ一応念のためここでも地図をお送りしましたかね。はい、というわけで今日から16対9になりました。ナベチカーズ3ね、いかがでしたでしょうか。ではこの音楽流れておりますので、引き続き予告のコーナーに入っていきましょう。こちらです。16対9になるとこのね、予告の幅がもうかなり横広くなってしまいましたけども、日付変わりました今日なんですけども、 Wii ストリームは夜8時からです。夏のアイス選手権、昨年に続き Wii メンバーが持ち寄るアイスクリームを食べ比べる1時間です。メンバーの評価を得るのは誰のどのアイスか、ついでにかき氷も食っちゃおうかななんて思っております。ぜひぜひ明日の夜8時、 Wii ストリームぜひご覧いただきたいというふうに思っております。アイスクリーム大好き、よかった。じゃあぜひ不良史文樹さんもお時間あればご覧いただければというふうに思います。さあ続いてこちらです。サンデーユーステーション、29日日曜日午前10時から私 FM 小国で4時間の生放送を仕切っております。その模様を、さすがにあの FM 小国エリアがすごい狭いので、じゃあユーストリーム配信やっちゃおうと、1時を回りました。ユーストリーム配信やっちゃおうということでお送りしております。ぜひあの FM 小国で検索をしていただければというふうに思っております。サンデーアットマーク FMOGUNI.com まで皆さんからのメッセージもバンバンお寄せいただくとですね、僕のやる気もガンガン上がりますので、よろしくお願いしたいと思います。では予告、大事な予告がございます。そうです、この番組来週はどこ行くか、まあ、もちろん今の張り切りドライブインからスタートということになるんですけども、いよいよ来週は宮崎市内に突入です。来週のカー2-3はこんな感じです。どうぞ。はい、というわけでお送りしてまいりました、来週のカーツ2-3こちらです。国道10号線縦断スペシャルの第2回です。都の城から宮崎県の角まで行きます。なんで角なの、まあ最後の映像をご覧いただければわかるかと思います。ゆうすけ9676さん、おーといただいております。初めましてですよね。こんばんは、ようこそ。あの熊本のしがないローカルタレントが火曜の23時にお送りしております。今日からですね、6回シリーズ、夏休み期間中は国道10号線を鹿児島からぐーっと北九州方面にぐーっと登っていこうっていう企画をお送りしております。ミミツ実験線来た、そうです。お、実験線跡わかるんですね、これだけの絵でね。この前自転車で昔ながらのアイスクリームを売ってたのを見ました。これはリニア実験線跡に立ち寄りですね。都つながり、あーなるほどね、都の城から角というわけですね。都つながりというわけで、来週は角まで行きます。まあ、その距離を稼ぐために今日もね、あの都の城のかなり先の方まで行ったというところはありますけどね。合計勝数は297まで来ました。いやー、というわけで、あの長い時間すいません、ありがとうございました。1時4分を回っております。というわけで来週もぜひご覧いただければと思います。さあというわけでエンディングでございます。あ、ゆうすけさん、あ、はじめまして、すいません、はじめましてなんですが、もうこの番組今日はこれで終わりです。ありがとうございました。今日はね、ジンベイ、そして16対9、
いろいろと60回目ということで、まあいろいろとね、ちょこっとリニューアルというよりも進化したようなところもあるんですけども、今ご覧いただいているこの映像は、さっき小国で FM やってるって言ったんですけども、その帰り道を映したものです、これもぜひね、ご覧いただきたいというふうに思っております。プラレルさん、おやすみなさいませ。なんとか寝落ちしないで最後、あ、よかったです。無理せずゆっくりとお休みいただきたいというふうに思いますね。合計勝数299まで来ました。300まで見届けたら、エンディング映像に行きましょうかね。というわけで、あ、そうそう、ここにウォーターマークもつけた。気づいた方いらっしゃいましたかね。まあ、分かってるよバーカーって言われそうですけども、はい、ジンベエ似合ってありがとうございます。あ、トダルさんどうもありがとうございます。お疲れ様でしたといただきました。見応えありました。お疲れ、ありがとうございました。今日もありがとうございました。あ、300になりました。では、また来週もうどんだけ催促してるんやって感じだけどね、また来週の火曜日23時にお目にかかりたいと思います。国道10号線縦断スペシャルは来週第2夜です。ではまた来週。幸せ特別